覚悟せえ。白ひげ海賊団2番隊隊長ポートガスティエースを捕らえた海軍は公開処刑を行うと全世界に通達。大海賊白ひげとの全面戦争になろうとも、海賊王ゴールドロジャーの血が絶えることを世界に知らしめようと海軍本部は判断したのだ。果たしてエースを息子と呼ぶ白ひげはマリンフォードに襲来。同時にエースの義兄弟である麦わらのルフィもエース奪還に現れた。ここに海軍と海賊たちによる頂上戦争が始まった。止めてみろ。凄まじい腕力で巨大な氷塊を投げつける3番隊隊長ジョズ。赤犬はマグマの拳を逃げたぎらせ、氷塊を一瞬で蒸発させた。覚悟せえ。いよいよ大詰めに入ってきた白ひげ海賊団対海軍本部のバトル。海軍は湾に海賊たちを阻止する包囲壁を巡らせ、エースの処刑を執行すると宣言した。いよいよ大詰めに入ってきた白ひげ海賊団対海軍本部のバトル。海軍は大噴火！大噴火！見てろ！
麦わらのルフィによってエースは救出された。二人と配下の海賊団を逃がすため、白ひげはしんがりで力を振るい続ける。失態に浮き足立つ海軍だが、赤犬はあくまでも冷徹であった。慌てるな、ここから出しゃせんわい。ただの火、わしは火を焼き尽くすマグマじゃ。わしと貴様の能力完全に上下関係にある。ああ、うっとうしいのう。違う、せっつか、いくぜ。大噴火、せい、大噴火、絶対に逃がさん。違う、ただの火、わしは火を焼き尽くすマグマじゃ。わしと貴様の能力は完全に上下関係にある。大噴火、やるな。いや、そうだ、大噴火、まだまだ、どう、絶対に逃がさ、やるな。ルフィをかばい、致命的な一撃を受けたエース。エースがやられた。衝撃走る一同、赤犬は再び拳を振り上げる。する気だが、する気だが、ブ
化かされな。そうやってわしを抑えておけ、戦国。でなければわしは杯を殺してしまう。ああ、バカめ。何をする気だ、ガンプ。そうやってわしを抑えておけ、戦国。でなければわしは杯を殺してしまう。バカめ。覚悟せい。海軍の猛攻の中、ルフィはエースを解放した。だが大将赤犬の追撃がエースを襲う。ルフィをかばい、エースは死亡。目の前で義兄エースを殺され、呆然と座り込むルフィに赤犬の拳が襲いかかる。その命こそ生けるエースの意志だ。エースに代わって俺たちが必ず守り抜く。もし死なせたら白ひげ海賊団の恥と思え。皆さん、まだじゃ。何を言うか。まだだ。どれ。エースの弟を連れてけよい。まだじゃ。全部。その命こそ生けるエースの意志だ。皆さん、エースに代わって俺たちが必ず守り抜く。もし死なせたら白ひげ海賊団の恥と思え。出てけよい。全部。その命こそ生けるエースの意志だ。エースに代わって俺たちが必ず守り抜く。もし死なせたら白ひげ海賊団の恥と思え。やる。聞くだろい。あなたのい。
その命こそ生けるエースの意志だ。エースに代わって俺たちが必ず守り抜く。もし死なせたら白ひげ海賊団の恥と思え。やるよ皆さん、何を言うか。いとれた。ジュレア。まだじゃ。何を言うか。いって。皆さん。覚悟せ。調子に乗りよって。ジュレア。その命こそ生けるエースの意志だ。エースの弟を連れてけよい。全部その命こそ生けるエースの意志だ。エースに代わって俺たちが必ず守り抜く。もし死なせたら白ひげ海賊団の恥と思え。バカだ。気に入るな。エースの弟を連れてけよい。全部その命こそ生けるエースの意志だ。エースに代わって俺たちが必ず守り抜く。もし死なせたら白ひげ海賊団の恥と思え。ジュリア、ジム、ちょっと休んでな。こっからだろ。え、死んだった。それ、うわ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 、まだじゃ。何なんか。ジェイ、やるよ。そっせ、あ、覚悟せ。覚悟を決めるよい。うわっ、てっ、てっ、てっ、皆さん、何言うか。エースの死により精神が崩壊したルフィを逃がそうとジンベイはワン島へと急いでいた。信じる正義のためドラゴンの血を絶やすべく追いすがる赤犬だが、赤犬の背後には言葉なき怒りに満ちた白ひげが立っていた。ジュリア、調子に乗れ。覚悟せ。次の女ジェイ、調子に乗りよって。舐めるんじゃねえぞ。覚悟せ。舐めるんじゃねえぞ。
大海賊白ひげは黒ひげ海賊団に黒ひげの参戦によって深まる混乱だが、赤犬はルフィを執拗に追い続けていた。絶対に逃がさん。義兄エースの死により精神崩壊したルフィを抱えひた走るジンベイを追う赤犬。ジンベイの体を貫きルフィにも一撃を与えるが、ジンベイはあくまでルフィを守り通す。とどめを刺そうとする赤犬だったが、エースの意志を継ぐ者たちがそれを阻む。小僧のために命を落としたいんか。俺たちは全員こいつの持つ底知れねえ執念と力を目の当たりにした。お前らともあろう者ら大層じゃのう。白ひげ海賊だ。皆さん赤いね、お前が今殺しておきたいと思うあいつの危険だ。俺たちが生かしてやりたいと思う大層な期待値同じじゃねえのかよ。
揃って、あの麦わら小僧のために命を落としたいんか。俺たちは全員こいつの持つ底知れねえ執念と力を目の当たりにした。お前らともあろう者ら、大層じゃのう白ひげ海賊団。赤ひげ、お前が今殺しておきたいと思うあいつの危険度、俺たちが生かしてやりたいと思う。揃いも揃って、あの麦わら小僧のために命を落としたいんか。俺たちは全員あいつの持つ底知れねえ執念。揃いも揃って、あの麦わら小僧のために命を落としたいんか。俺たちは全員あいつの持つ底知れねえ執念と力を目の当たりにした。お前らともあろう者らが、大層じゃのう白ひげ海賊団。赤ひげ、お前が今殺しておきたいと思うあいつの危険度、俺たちが生かしてやりたいと思う大層な期待値、同じじゃねえのかよ。もはや言葉で治るもんじゃあれやせぬ。好きにせい、海賊という悪を許すな。白ひげとエース、戦争を引き起こした2人が死んでなお戦いは止まなかった。マリンフォードを落とそうとする黒ひげと守ろうとする戦国、ルフィを殺そうとする大将赤犬と、それを阻む白ひげ海賊団の隊長たち、増え続ける犠牲者に構わず最後の1人まで叩き潰すべく海軍は士気を上げる。だがその時、一人の海兵が立ち上がった。この戦争を終わらせに来た。全員この場は俺の顔を立ててもらおう。圧倒的な力を持つ赤髪のシャンクスの登場により、マリンフォード頂上戦争は終わりを告げた。白ひげ海賊団船長、白ひげだけでなくゴールディ・ロジャーの息子でもあるエースを討ち取り、圧倒的な勝利を手にした海軍だが、急激に変化した状況は世界を激動の時代へと導いていく。白ひげの領海を海賊たちが荒らし回り、海軍もまたその姿を変えた。職を退いた戦国の後を継ぎ元帥となった赤犬、赤犬率いる海軍本部はより強力な正義の軍隊となり、海賊たちの前に立ちはだかるのだった。